こんにちは。今日はモンスター X の6人の性格を深く見ていこうと思います。また恋愛ですとか結婚についても見ていきます。すでにヒョンウォンについては1本動画を作っていますので、興味がある方はどうぞそちらもご覧ください。まずは IM です。この方は非常に個性的で我が道を進んでいる方ですね。あまり協調性などはないと思いますけれども、この方は独立心が旺盛で、一人で何かを成し遂げるようなそういう自立心ですとか、そういうものを持っている、とても個性的で素敵な方だと思います。みんなで行動したりですとか、その他大勢という感じで集団生活をするよりも一人で何かをする方が向いている方ですね。それだけの実力もあります。またこの方は非常に芸術ですとか芸能の分野に向いている方ですね。なぜかというと、クリエイティブな才能ですとか何かを作り上げる才能にとても恵まれているからです。アーティストとして非常に適性があると思います。また勘が鋭くて、目の前の人の気持ちですとか人の感情などは敏感に察知しますね。このような勘の良さがクリエイティブな才能にも生かされていると思います。また考え方が非常に合理的です。自分の感情に流されないで合理的に物事を考えることができますね。ですから仕事もできると思います。そのような仕事ができる点というのがこの方の長所でもあるんですけれども、逆に言うとあまり恋愛向きではないかもしれないですね。やはり恋愛というのは相手の女性の気持ちを分かってあげるですとか、そういうことが必要になってきますけれども、この方は人の気持ち、勘は良いので、人の気持ちなどはまあ分かろうと思えば分かるかもしれませんけれども、あまり感情に寄り添ったりですとか感情を最優先させるっていうことがほぼないんですね。非常に合理的な方です。ですからそんなに恋愛が得意というほどでもないと思います。ですから恋愛の縁という、女性とのご縁というのもそんなにないですね。この方自身はとても素敵な方で魅力があるのは間違いないんですけれども、だからといってイコールで女性との縁があるかっていうとそうでもないですね。ただ時期が来たら、そしてまたお気に入りの女性が現れたら結婚はすると思いますけれども、そんなに女性とたくさん付き合いたいですとか恋愛に重きを置いていないタイプだと思います。もともとそんなに肉食系じゃないんですね。もちろん女性には興味があって、普通の男性としての健康的な方だとは思うんですけれども、そんなにガツガツしてそういう恋愛を求めるようなそういうタイプではないですね。やはり恋愛に対しても冷静さが漂っています。ですから恋愛に没頭するというようなことがあまりないタイプと言えます。とはいえ、この方の好みの女性のタイプを鑑定してみますと、やはりかわいそうな立場の女性ですとか同情から恋が始まるということがあるかもしれないですね。この方はロマンチストな面があります。ですから自分がロマンチックな何か演出をしたりですとか、かわいそうな人を助けたりですとか、自分が犠牲になって相手の喜ぶ顔が見たいと、そういうところがあるんですね。ですので同情心から恋愛が始まるというところもあるかもしれません。この方は感情表現が明るくて分かりやすい方だと思うんですね。うじうじしてるところがあまりないと思います。だからといって勢いで行動したりはしません。結構計画性もあると思います。しかしきちんと計画したら、あとはスピード感を持って行動している方ですね。ですから計画性と実行力のバランスがありまして、そういう点でも非常に仕事ができる方だと思います。ですのでまとめると、やはり恋愛よりも仕事の方に夢中になるタイプですね。また個性的な面がありますので、あまり人に合わせるというのは得意ではなく、自分のペースで生きていきたい方ですね。ですからこの方に合う女性というのも、この方の個性的な面を分かってあげられる人になると思います。次はジホンです。この方は非常に恋愛運にもともと恵まれていますね。
女性から助けられたりですとか、女性の援助などがあるそういう人生です。やはりこの方は人当たりがいいと、あと変な威圧感がないので、女性が近寄りやすいんですね。まあ女性に限らず、女性男性関わらずなんですけれども、この方は社交的なので話しかけやすく、そして華やかな面というものがあり、そしてまあ裏表があんまりない方なんですね。ですから、この人といると楽しい、または気が楽と、そういうふうに思われる傾向があるので、多くの人から人気を博すと、そういうところがありますね。ですので、女性からも助けられるという、そういう運命を持っています。そしてイコールで恋愛運もあると、そんな感じですね。またこの方は金運も良いと思います。なので、お金に困るということがないと思いますね。何かしらお金のかかるようなことがあったとしても、支援者ですとか協力者が現れて助けてもらったりですとか、そういうことがありますので、経済的に困るということが少ない人生と言えます。ですから、この方は放っておいても恋愛できると、女性が寄ってくると、そういうふうに言えますね。このようにこの方は付き合うという点では女性とのご縁がとてもあって恋愛運がとても良いんですけれども、結婚となるとちょっとどうなのかなと思ってしまいました。もちろん結婚生活もまあまあうまくいくと言いますか、結婚ももちろんできますしいいんですけれども、ちょっとこの人気者がゆえにみんなにいい顔をしてしまって、ちょっと結婚生活では奥さんに対しての労力を避けなくなってくるのかなという点もありますね。まあこれはっきり 100% そうなるとはもちろん言いませんけれども、やはりみんなにいい顔をしすぎる人というのは結婚してから奥さんのことを大切にしなくなってしまう傾向がありますよね。やはり特に子供が生まれてからは奥さんに協力して子育ての協力などもしないといけませんけれども、人当たりが良くて人気者の人というのは交友関係が広いですからね。そうするとそちらにばかり労力を割いて時間も割いて奥さんの方がどうしてもないがしろになってしまうと、そういう傾向があるので、結婚してからはちょっと考え方を変えて、今までの自分の考え方や行動を変えて奥さんや家庭を第一にするという考えを持てばうまくいくと思いますね。そうでないとちょっと結婚生活をうまくいかせるのは難しいかもしれません。この方は仕事運も良いですね。先ほど言いましたように人当たりが良くてみんなから好かれるタイプで、いろんな人から協力してもらえますから、ですから仕事運もとても良く、またこの方自身も積極性があって精神的に打たれ強いですね。ですから今の仕事ももちろんそうなんですけれども、大体どんな仕事でもうまくやっていけるのではないでしょうか。この方は恋愛に対しては結構受け身なところがあると思いますね。しかし受け身でも女性とのご縁が多いですから、そんなに受け身だとしても困ることはないですね。相手からのアプローチですとかそういうものがあると。そしてまたこの方も本命の女性に対しては深く深く愛するところがありますのでね、一途なところがあります。普通に交友関係では広く浅くというのを好むんですけれども、恋人に対しては結構一途なところがあります。ですから結婚してからもそのような一途なところを貫いてほしいですね。そうすればうまくいく、そういう可能性が高まると思います。次はヒョンウォンです。以前の動画でこの方の詳しい性格などはもう言ったと思いますのでね、そちらをご覧いただきたいと思いますが、今回はこの方の恋愛結婚などを深掘りしていこうと思います。この方は恋愛体質ですね。恋愛に対して普通の男性に比べると意欲があると思います。恋愛に対して時間を割いたり労力をかけたりと、そういうことが苦にならないタイプですね。またもうこの方は本当にモテモテだと思うんですよね。遠くから見ても輝いてこの方だけが浮かんで見えるような、そんな魅力があります。もう女性に対してアピールがものすごいですね。この方は意識して別に女性に対してアピールしようと思っていませんけれども、もう自然とそういうアピールぶりが出てしまうんですね。あまりにも輝いているんで、
そしてこのなんていうんですかね、輝きというのもその非常に性的な輝きというか、女性がこの人と恋愛してみたいなと思ってしまうような、そういう雰囲気を持っていて、そういう雰囲気が全開になってるんですね。ですからもうこの方は本当に恋愛体質だと思います。基本的には仕事も好きなんですよ。仕事人間な面もあり、もちろん仕事を優先させたりして恋愛のために仕事をおろそかにするってことはない人なんですけれども、仕事は仕事で真面目にやって、恋愛は恋愛でバリバリ楽しむっていう、そういう感じですね。ですから仕事ができる男でありながら恋愛に対しても意欲的と、非常に魅力的だと思います。結構性欲もあると思いますね。ですのでこの方は女性なしの人生というのはありえないと思いますね。芸能人になってしまってここまで人気者になると自由に、ね、恋愛できないと思うんですけれども、それは非常に辛いんじゃないですかね。まあ私の勝手な予想ですけれども、まあそれぐらい恋愛体質で、恋愛に意欲的で、ロマンチックな恋愛に憧れていると言えると思います。そういうわけでこの方は非常に恋愛運に恵まれます。これは先ほども言いました。しかし結婚となるとちょっとどうなのかなと思いますね。なぜかというと、この方は身近な女性、特に一緒に住む奥さんですとか、そういう近い関係の女性に対してはあまり上手に振る舞えないところがあるかもしれませんね。自分の感情を押し殺してしまうというのが癖になっています。自分の感情を押し殺していても、たまに会うだけの恋愛相手の女性でしたら問題はないんですけれども、やはり自分をうまく表現できないというところがあると、一緒に共同生活をする女性にとっては困ってしまいますね。この人は一体何を考えているんだろうと、そういうふうに思われてしまうので、結婚生活はそこまで、まあうまくはいくとは思うんですけれども、そのものすごくモテる割には、そして恋愛遍歴が多くなりそうな割には、その割には結婚がものすごくうまくいくかっていうと、ちょっと難しい点もあると思います。ですからこの方は意識して自分の考えですとか感情を身近な女性に対して出していく、そういうことが必要になりますね。まあそれでもちょっと難しいかもしれないので、やはり性格というのはすぐには治りませんのでね。この方は恋愛遍歴があったり、恋愛に関しては非常に長けているというところはあるんですけれども、真面目なんですね。その仕事面では真面目なんですね。仕事ですとか一般的なルールですとか、そういうのをきちんと守る真面目な性格なんですね。ですからその真面目さというのはとてもいいところなんですけれども、真面目すぎて一緒に住む奥さんにもその真面目さを強要してしまう可能性があります。自分がきちんとしているので相手もそういうふうにすべきだと、そういうふうに本人は意識してないんですけれども、無言のプレッシャーを身近な人にかけてしまう可能性があるので、一緒に住む人はちょっと辛いかもしれないんですね。ですから奥さんになる人とは喧嘩したり和解したりを繰り返しながら、お互いを分かり合って妥協して協力して結婚生活を続けていくという必要があるかもしれないですね。もうそれ以外では本当にこの方は仕事もできますし、人間的な魅力、外見の魅力ももちろんあるので、とても魅力的で素晴らしいと思います。次はキヒョンです。この方もキョンウォンと並ぶくらいに異性に対して非常にモテる方ですね。もうこの方は本当に色気がもういつも常にダダ漏れしているような状態で、女性に対してのアピール力がすごすぎると思います。本人は全然意識して色気を出そうなどと思っていませんけれども、もうこれは先天的なもので、かなり男性としての色気が出ている方です。またその男性としての色気だけではなくて、非常に存在感があります。どこに行ってもこの方は目立ちますね。そして印象にも残る方です。大物感が漂っています。また頭もかなり良いですね。集中力が卓越していて、洞察力があって非常に頭が良いと、そして人に騙されないような疑い疑り深さというんでしょうか、
そういう洞察力に優れていて、非常に勘も鋭く頭が良いと、そういうことになります。またこの方は運もとても良いです。社会的な成功というのを約束されていますね。また性格が良いので人気者になる方ですね。この方も本当に男性からも女性からもモテモテで、社会的にも成功できて、もともと運が良いと、非常に幸運な人生の方ですね。やはり K-POP アイドルでここまで人気者になる方というのは、単に外見が良くてパフォーマンスが優れているというだけではなくて、もともと運も良く、先天的にいろいろな面で恵まれている人が多いですね。この方もそのうちの一人です。ただこの方は運も良いんですけれども、その良い運を手に入れるためにはある程度の逆境を超えないとならないところがあります。そういう楽々ただ幸せになれるというんではなくて、大きな幸せを得るために逆境ですとか困難に立ち向かう必要が出てくるんですね。しかしこの方は精神的に強いですので、そういう逆境を跳ねのけて成功することができます。というわけでこの方は女性との縁もありますし、結婚運もありますね。この方は好きな女性が現れたら猪突猛進という感じで突き進むと思います。本当にこの人が好きだとなったら、その人を落とすまで、手に入れるまで本当にすごい勢いで突き進むと、そしてその人と恋人関係になってからも深く深く愛すると、そういうところがありますね。ですから絶対に恋人の浮気ですとか許しませんし、四六時中一緒に恋人といたいですし、束縛したり独占欲なども強いと思います。これだけ聞くとあまり良い風には聞こえないかもしれませんけれども、愛が深い方なんですね。とても愛が深くて、人の気持ちに寄り添うことができたり、愛する人とは心底分かり合いたいと思っていますのでね、本当にこの方から愛される女性は幸せだと思います。表面上の仲良しごっこではなくて、もう本当に欠点も嫌なところも全て含めて愛したいと思ってますから。その上この方は感受性が鋭くて優しいところがありますのでね。ですからこの方と恋愛する女性は、自分ももう本当に没頭してこの方と一緒に、もうドロドロとした部分も含めて恋愛をしたいと、そういう人が向いていると思います。この方は非常に人を深く愛せる人だと思います。そういうところがとてもいいですね。次は魅力です。この方も非常に魅力がある方ですね。この方もヒョンウォンと同じで人気運が抜群にあって、華やかな魅力があって、女性から助けられる運命を持っています。そしてこの方もキヒョンと同じで人のことを深く深く愛するタイプですね。女性に対して愛情がものすごく深いです。そして深いからこそ嫉妬心ですとか、そういうものもかなりありますね。この方はもともと生きるエネルギーがかなりありますので、恋愛に限らず他のことすべてに対して意欲的なんですね。エネルギーの量が普通の人とは違いますので、何をしても体力も精神力も卓越していて、徹底的にやることができます。恋愛も勉強も仕事ももう徹底的なんですね。中途半端なことはしません。ですから仕事においても相当に意欲的で、中途半端なことはせず全身全霊を傾けていると思います。ですから恋愛もそうなんですね。恋愛に対しても全身全霊で人のことを愛しますので、それだけの深い愛情を受け止められる、そういう女性がこの方の恋人には向いています。またこの方は攻撃的な性格というか、一度この人が憎いですとか、この人にひどいことをされたとなったら一生恨みを忘れないような、そういうところがありますね。誰でも人間そういうとこあると思いますけれども、この方のそういう攻撃的な性格というか、内に秘めた真の強さ、執念深さといいますか、そういうものはかなりすごいと思います。ですからこの方に恨みを買わないように注意となりますね。しかしこの方はそれだけの人ではありません。
非常に人当たりが良くて、人から好かれる性格です。ですから人間関係は上手ですね。またこの方は一番結婚運があると思います。このグループの中で一番結婚運があり、まあもちろん異性運もあるんですけれども、いい旦那さんになりそうですね。なぜかというと愛情深くて、一度好きになった人に対して愛情がなかなか冷めない、そういう誠実なところがあるからです。またこの方は、おそらくこのグループの中で一番男性的な才能というか性欲があるというか、かなりのアダルトマスターだと思うんですね。そういうところがこの方の長所でもあります。ですからこの人もかなり色気がある方ですね。普通にしていても色気が出てしまう、そして女性に対してのアピール力がすごいということになります。またこの方も嘘をすぐ見抜くようなところがありますので、この方と付き合っていて嘘をついたとしてもなんとなくバレてしまうと思うんですね。この方に表面上の取り繕った嘘ですとか、表面上のお愛想ですとか、そういうものは通用しないという、そういう傾向があると思います。この方は真実を見抜く力を持っていると思いますね。この方は非常に自分に対してストイックで、何事も一生懸命やる方です。そして逆境にも強く、困難にも勇気を持って立ち向かうという非常に男らしい方です。そしてかなり芯が強い方となります。この方はそんなにペラペラ喋る人ではないんですかね。ちょっと私は分かりませんけれども、気を許した人にはかなりおしゃべりになるとは思いますけれども、この方は社会人としていろいろな人と上手に人間関係を構築できる方ですね。ただそれは表面上のことで、本当に心を許した人は少数だと思います。最後はショヌです。この方も恋愛にはまあまあ積極的なのではないでしょうか。この方は非常に人気者ですね。誰からも好かれるような魅力を持っています。この方はおしゃべりだと思うんですね。おしゃべり好きです。そしてそのようなおしゃべり好きで、みんなと楽しい会話ができる、そういう性格なので、人から好かれる機会が多いと思います。この方は女性と恋愛関係になる前に友達期間というのが長くなりがちかもしれません。なぜかというと、この方自身友達のような感じで楽しいおしゃべりをしたいからなんですね。そして恋人を決めるまでには時間をかけて決めるという、見極めると、そういうところがあります。ですから友達のような感じで親しく喋って、どういう性格なのかと、相手の女性のことを見極めてと、そんな感じですので、そんなにガツガツと肉食系というタイプではないと思います。またこの方は男性なんですけれども、女性の気持ちも分かってくれるようなところがありますね。ですから女性も喋っていて、この方と喋っていると楽しいと思うんですよ。そしてこの方自身、好きな恋人というか好きな女性のタイプは会話をしていて楽しい人です。あまり外見ということよりも喋っていて楽しいかどうかを重要視しています。ですからこの方から好かれるためには、会話をしていて楽しいというのが第一条件です。この方はそのようにして友達も多いと思いますね。いろんな人と会話をするのが楽しいと思っている方ですので、男女問わず友達が多くて、そういう中から恋人も自然とできていくと、そんな感じだと思います。そして結婚運もちゃんとあると言えばあると思いますが、やはり結婚してからこの方は思いついたことをすぐ言ってしまうようなところがありますので、そうなると一緒に住む奥さんはちょっと疲れたなと、もうちょっと配慮してくれてもいいんじゃないと思うかもしれないですね。ただこの方はですね、感情の起伏がちょっと激しいところがあると思うんですね。落ち込みが激しかったり、明るい時はものすごく明るいけれども、暗い時はものすごく落ち込むと、そういうところがあるので、家で一緒に住む人、奥さんはちょっと辛いかもしれないですね。それに振り回されないように注意となります。この方はそういう起伏の激しさは外では見せないかもしれないんですけれども、家に帰ってきて自分の身近な家族にはおそらくそういうところを見せてしまうと思いますのでね。
また気持ちが落ち込んだ時にどうして自分はダメなんだと自分に攻撃性が向きがちというか自分を責めてしまうところがあるかもしれないのでそういうことはなるべくしない方がいいですね。この方は本来は明るくていい方ですので自分のことを責めすぎないように注意となります。というわけで今日はモンスター X の6名を占ってみました。ほとんどの方が男性的な魅力ですとか非常に色気がある人が多くて本当にモテモテの人たち、たとえ芸能人になっていなくても普通に生きていてもモテモテなのではないかと、そんな風な先天的な資質を持ったすごい人たちだと思いました。以上です。今日もありがとうございました。